はい、こんにちは、ブルコスです。本日もね、やっていきましょう。バイオハザードアウェイトということでね、前回はちょっとやらかしたんだけど、そうね、リッカーに見つかっちゃってテンションだだ下がりしてしまって、もうこの辺りでいっかっつってね、ちょっと一旦一区切り置かせていただいたっていうところですね。で、案の定前回のパートで、なんでこの1パート1パートの動画が短いのかっていう、ちょっとね、言い訳といいますか、弁明といいますか、事実といいますか、そこら辺をお話をさせていただいたんですが、案の定ね、あれ区切った2分後にね、娘がギャーって泣き始めちゃったんでね、慌ててね、ちょっとね、嫁さんが寝てる横に行ってて、僕もね、微力ながらちょっと一緒に娘をなだめたっていうのがあるんですけど ね、残念ながらね、娘ちゃんね、日中はパパ大好き、パパ大好き、本当、おお、来てる、パパ大好きかどうかは分かんないけど、なでたんだ、遊んで遊んでって言ってね、すごいですね、迫ってくるんですよね。夜は、ね、絶対まだね、寝てくれない。以前マンなんかさ、一緒に寝てくれるっつってそうな感じがするんすよみたいな話をしたんですけど、あれ嘘、全然寝てくんないっていうね、すごい中途半端なところだったな。えっえっえっ、これでお亡くなりになってるかな。あ、奥立ち上がってるわ、普通に立ち上がってるわ。よいしょ、チャッキ、 OK、 死んでるね。あーあ、あ、ちょっと待って、おい、足が出てピクピクしてる。あれ、ちょっと待って、どこ行った。ああ、いた。ブレンのような警察官。ちょっと待って、さ、黒い方の警察官がすごいかわいそうなことになってるんだけど、いいのかな。足ピクピクピク出てるけど。OK、はい、おやすみ。でもこれまだ生きてんでしょ、さすがに。おてての位置がかわいいよね。でも、あれ、ああ、さすが大型拳銃のとこや。じゃあこれ取って。あと2つか。いけるかな。ここに確か。あれ、あ、あったあった。帰んな。で、あ、そうか。あ、しまった。ここあれだ。アイテム2つあんだ。1個欲しいんだけど、まあ優先順位的にはこっちなんだよな。しまったな。取りたいけど取れないんだよな。ちょっとアイテム整理してまた戻っていきましょう。意外とこうアイテムパパパって、あ、でも木の板とかいらないのかな、どうなんだろうな。じゃあ戻ってアイテム整理して、 なんか今落ちてこなかった。ん、なんだ、え、何、なんか蹴った、ちょっとよくわかんないけどちょっと待って、なんか今までいなかった現象が起こったんでビビってる。調べて、OK。じゃこれも一旦いらないから預けといて、で、木の板はね、ちょっとね、次使いたいところがあるから、とりあえず持っていきます。だから次は上じゃなくて下行った方がいいのかな？じじじじじ、下行ったらいいのかなって言って、なんで上登ろうとするの？もう操作性のおへったんばっかん。そう、こいつこいつ。こいつが入ってこないように。ドア1個しかないって、ちょっと、あ、でも他のドアが閉まってるから無理なんだな。だからあそこの窓だけ開けようとしてるっていうのは、まあ、そこゾンビの割に賢いじゃないですか。へえ。ここ表辺でも裏辺でもなんかバシャーンって出てくるんだよな。そこ面白いよね。これ裏辺のレオンのバージョンだと出てくるのかな。そこら辺がちょっとよくわからないんだけどな。まあいいや。じゃとりあえずまあこれ取っちゃうと、あ、これが、ここがポータブルセーフで、こうか。パリンとか、あ、違う、こっちじゃない。これは別にいらない。めっちゃじいてみちゃった。違う。こっちにアイテムが確かあったはずだから。あー、めっちゃ暴れてるわ。あれ？ないっけ？あ、ないんだ。嘘発見器は。しまったな。じゃあいいや。ちょっと。さあ、頭使わなあかん。はい。はい。お。お。ん？違う。ああ、もうね、これね、サクサクっと進んでるときに、一回でもね、ドツボにはまるともう終わっちゃうんよね。もうしまったわー。もっと冷静になってやっとくべきだったわー。バカしたー。いやん、バカン、あはん。そこはお乳なの。
やばいやばい、本当にドツボにハマってる。やばいやばい。ちょっと待って、こう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 。で、ラスト、オッケー、よし。よしっていうほどのあれじゃないけど。なんか早いのか遅いのかよくわかんないけど、まあなんとなくいけたっていうことでね。大丈夫。オッケーオッケー。あんだけやってパリンってなったら、カッシャーンってなったら大丈夫だよね。で、あ、もうすでにドアが割られ、あ、違う、今来てるのか。まあ、木の板、すり抜けてるくらいだから、多分通れるんだろうね。まあ、ここはタイラントが来る前に進んでおくべき場所なんだね。あ、言っちゃった。もう次出てきます、あの例のやつが。で、アイテム回収をしてから、まあ、整理するとのあれもないんだけどな。足元でドアでガッシャンって挟んでグッチュンってなってる。やっぱり、警察官ね。マネキンってなんかいいよね。マネキンみたいなスタイルになりたいな。男版のスタイルね。ただただかわいそうとしか言えないような格好になってるね。なんか、フォーみたいな格好になってる。アッケーバヘッバヘッ。だから、まあ、なんか気づいてる人もいると思うけどさ、なんかさ、僕の実況、ちょっとおとなしいでしょ。あんまりね、声出せなくなっちゃったからね、環境的にね。嫁さんが寝てるとかだったらね、嫁さん別に、その夜泣きとかしないからさ。嫁さんがうるさくてギャーとかって、そういうことはありえないから、別にね、まあ、てか、嫁さんと二人の時はね、編集さんとしてね、後ろでね、聞いたりとかしてたからさ、そんな起きてるし、マットとかも閉めてたら、なんだろう、別に、近所迷惑にならないと、おー、気持ちいい、近所迷惑にならない程度でね、普通に実況してればいいっていう話だったけど、さすがに子供が寝ている環境の中でね、わーとかね、ゲーとか、このボリュームで出すのが精一杯ってところだから、まあ、そこはね、子供を持つ人たちからすると、あ、分かるわーってこと、あれ、あ、そっちから、はい、おいで、こいつ何者なの、検察なの、こいつは、一般庶民、おやすみ、でも生きてるとは思うよね。俺帰ったら多分ね、わーって襲いかかってって、立ち上がってわーってなってね、と思う。立ち上がる、立ち上がれ、立ち上がれ。生きてる、後頭部剥げてく。あ、後頭部痛そう。おう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 。二人とも気持ちよすでございました。お疲れ様でした。さて、どこまで進められるかな。これ、どこまでリッカーって戻ってきてるんだ。リッカーっているのかな。ね、なんだかんだね、一番ね、タイランドとかどうでもいいの、逃げ回ってりゃいいんだけど、リッカーの場合ね、逃げ切れないっていうのが鬱陶しいんだ。早すぎて、一回バレると。恐ろしいスピードで来るじゃん。だからそこがね、あ、そうそう。で、タイランドさ、この狭い廊下だとさ、逃げ切れないみたいな話をしたことあるじゃないですか。やっぱ、あれ結構シビアらしくって、パンチした後に狭い廊下をこう、ぐっと抜けようとすると、やっぱりちょっとでも遅いと、そのパンチかわした後の切り返しが遅いと、捕まってぶん投げられてしまうっていうのがあるらしいんで、だから僕のこの、安全牌で逃げるっていう選択肢は案外正しいらしい。久々に戻ってきた警察署だね。どうしよっかな。とりあえずあそこかな。ただね、まあ、ここに戻ってきてる間に下手したらタイラントがね、ちょっと警察署を徘徊し始めてしまうかもしれないけど、ね、そういう恐怖心もあるんだけど、まあでもそうは言ってもここやっとかんといけんからな。いないよね。なさそうだ、ね、オッケー。下のね、東の廊下の方に行ってる可能性もあるからね。そっち行ってくれてるんだったら、まあ全然関係ないんだけど。ちゃんといる？いたね。よし、1個目。で、102と。
いるわ、いるわ。強化火薬と一緒に使えなかったから。よし、オッケー。あ、こっちはいる。こっちは断然いる。よし、じゃあこのアイテムを取ることによって、やつ来ないかな？大丈夫かな？やつが来られると困るんだけどな。で、あ、そうか。で、ハートだ。ハートキャッチプリキュアを使って、ここまだいない。あ、めっちゃ目の前にいるな。あ、ちょっと待って。じゃあ、お前とじゃれ合ってる暇ないんで、じゃれ合ってる、ありがとう。じゃれ合ってる間にね、白い恋人が来たらちょっと困るから。意外とね、走る音とかにね、気づいてね、ガッシャン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 言ってくる可能性があるからね。さあ、果たしてここで、ジャッキーを取ってすぐ来たりとかしないか、大丈夫か。あと、この、とりあえずね、奴が来て捕まれた時に大丈夫ようなアイテムをたくさん回収しとかなくちゃいけない。オッケーで、じゃあ帰るか。来てないね。おー、いいじゃない、いいじゃない。おーおーおー、あちちち、ん？あれ？ちょっと待って。ミスった。あ、か、回避するようなアイテムを取らなきゃいけないって言った。初段に回避するようなアイテムを捨ててもてるなら。おおちょっと待ってきてるが危ねえ。そういうことするんだもんね、ほんとにもうストーカーやろう。やばい、ちょっと待って、ちょっと、あ、めっちゃ引っかかってる。お互い引っかかってる。助かった。どっちから来る、どっちから来る、どっち、オッケー、いいよ、今なら許してあげる。引っかかってくれたから。はぁ、まあ、やっちまった。じゃあゆっくり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 、どこがよ、来るんだ、来てるんだよね、来てるんだ、痛いのね。二重攻撃だ。待って、もうあの長い距離逃げる。ちょ、来てるわ、めっちゃ来てるわ。ちょっと待って、危ない、痛かい。こっちまで来るか、来るのか、来ないのか。来たのかい。無理、帰れ。そう、帰れ。私はいなかった。うわー、ちょっと待って、きついわ。とりあえずちょっと回収できるアイテムは回収することができたんで、ここでね、ちょっとパート区切ろうかなというふうに思います。ちょっと次回パートでジャッキ使って警察署最後おさらばしたいと思いますんで、一旦ここで一息つかせてもらえたらというふうに思います。いやー、まさかあんな出会い方をするとは思ってなかったね。だって普通になんか資料室なのかよくわかんないけど、あそこに出てくると思ったらさ、そっちじゃなくてさ、そのなんか介護室的なところでほんとバーン出てくるって、もうフェイク最強だよね、本当に。ありがとうございましたということでね、ぜひね、チャンネル登録とかね、グッドボタンを押してね、応援していただけたら嬉しい励みになりますということでね、次回警察署おさらばできるように頑張っていきたいと思いますんで、次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。